アオスタフランス語、オストはイタリア共和国北西部の都市であり、その周辺地域を含む人口約3万4千人の基礎自治体。バルレ・ダオスタ特別自治州の州都である。イタリア語、アオスタは ASTA と発音される。フランス語、オストは ST、ST と発音される。公用語であるイタリア語、フランス語以外では以下の名称を持つ。 歴史上は、以下の名称も用いられた。バルレ・ダオスタ州の中部に位置する。アオスタの市街は、トリノの北北西約 80km、ジュネーブの南東約 104km、ミラノの西北西約 149km、リオンの東約 194km に位置する。バルレ・ダオスタ州地図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 ローマ時代の劇場遺跡アオスタには、戦死時代からケルト人やリグリア人が定住し、後にサラッシ人の中心地となった。紀元前25年、ローマ帝国軍はこの地を征服し、サラッシ人の多くが殺され、また奴隷として売り飛ばされた。ローマ人は二つの川の合流点に、アウグスタ・プライトリア・サラスソルムという都市を建設し、3000人の退役兵士を移住させた。 この都市が現在のアオスタの起源である。アウグスタ・プライトリアはアルプス越えの二つの交通路の起点にあたる重要な戦略的位置にあり、都市の構造もローマの平営と同じ構造であった。この町は紀元前11年以降アルペス・ポエニナへ属州の州都となり、その後数世紀にわたってローマ帝国が支配した。西ローマ帝国の崩壊後、この都市は 様々な民族による支配を受けた。ブルグント族、東ゴート族、東ローマ帝国、ランゴバルド人である。フランク王国のショーピピンは、ランゴバルド王国を駆逐し、この都市をフランク王国に組み込んだ。ショーピピンの子であるカール大帝の下で、フランク王国が拡大すると、アオスタはアーヘンとローマを結ぶフランク街道の中継地として、重要な位置を占めることとなった。 カール大帝没後に、フランク王国が分割された際には、中部フランク王国の一部となるが、その後曲折を経て888年以降は、イブレア編教博、アルディンとベレンガーリを一世によって支配された。10世紀、アオスタは、ブルグント王国の一部となった。1032年に、ブルグント王家が断絶すると、 その多いは神聖ローマ皇帝が帯びることとなり、領土は神聖ローマ帝国に組み込まれた。この時、皇帝コンダーアート二世は、サボイア博・ウンベルト一世に、アオスタ博の称号を与え、アオスタ一体を報道として与えている。やがて、サボイア家は自立した勢力を築き、シャンベリオ首都として、サボイア博国を形成する。このサボヤ家の国家は、15世紀に、サボイア公国、 18世紀にサルデーニャ王国と名称を改め、19世紀にはイタリア統一をもたらし、イタリア王国につながることになる。サボイア家の当主が帯びたアオスタ伯の称号は13世紀に皇爵に格上げされた。アオスタ皇爵領はイタリア統一に至るまでサボイア家の領土であり続けた。イタリアを統一したビットオリオエマヌエーレ2世は、次男にアオスタ皇の称号を与え、 以後その子孫である、サボイア・アオスタ家が保持している。アオスタには、以下の分離集落がある。印を付したものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。